はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりほとです。まだですね、声が枯れてますけれども、秋田3日目ですね。外はね、みんな道路は濡れてるけれど、みんな傘をさしては歩いてはないみたいですので、まあ、昨日よりはね、いい天気かなと思います。今ね、8時前なんですけれども、これから今、秋田駅前のコンフォートホテルというところに泊まりました。ということで、無料の朝食をいただいて、準備をして、10時7分かな、の、秋田駅発小町で、大宮を経由して、まあ、長野まで行って、長野からね、信濃で今日の夕方の、4時55分に渚駅に着く予定で、帰宅をしていきたいと思います。で、まあ、私ね、本当にスナップ好きですね。つくづく思いますけれども、いつもね、何でもない写真をパチパチ撮って、皆さんに動画で見ていただいてますけれども、まあ、スナップが好きですね。なので今日もね、スナップパチパチ撮って、で、この動画の最後にね、スライドで、ご覧いただきたいと思っています。で、カメラですけれども、今日はね、昨日、ハードオフで手に入れた、ちょっとカメラを変えてね、ルミックス GF6 ですね。これに、オリンパスの単焦点レンズ 17mmF2.8 をつけて、スナップ今日は撮ってみ、ようかなと思っています。で、まあ、カメラによってもね、おそらくその色合いとかね、いろいろ違うと思いますし、まあ、単焦点レンズなのでね、なんていうかな、もう考えることが一つ減るんですよ、単焦点レンズって。どんな画角で撮ろうかなっていうよりは、もう どの場面を撮ろうかなっていう、本当に選択肢が一つ減るので、やっぱりそれもスナップとしては、ね、すごく面白いのかなと思っています。まあ、動画もね、撮れたらね、ちょっと撮ってみようかなと思いますけれども、まあ、昨日ご覧いただきましたけれども、特にね、何の不具合もないカメラです。これを使って、皆さんに今日撮影した動画というかね、スライド動画をお届けしていきたいと思います。コンタクトの T2 にね、フィルムがまだ2枚入っているので、この2枚をね、あと どこ撮ろうかな、まあ秋田市内でね、2枚撮影をしてしまいたいかなと思っています。で、私今回の旅ですごくいいなと思ったことが一つあるので、ちょっとご紹介したいと思います。で、ちょっとね、離れて、バッテリーチャージャーですけれども、もちろんね、純正のバッテリーチャージャー持ってくるのが理想なんです。それは分かっているんですけれども、今回ね、すごく重宝したのが、ゴソゴソやってますよね。出てくるかな、あれ、どこ行っちゃったんだろう、どこ行っちゃった、どっかにあるはずだ。まず、結構大型のバッテリーバンク持っていて、それプラスね、それプラスですね、バッテリーバンクと、それから本当に安い、USB 接続できる汎用のバッテリーチャージャーありますよね。これ持っているんですよね。で、これ持っていて何が便利かというと、一般のバッテリーチャージャー
充電できない時に、まあ、USB なのでね、このあのバッテリーバンク、パワーバンクって書いてありますけど、と接続をして、まあ、いつでも充電ができるっていうところがね、すごく便利でした。しかもね、バッテリー選ばないんですよ。なので、まあ、どんなバッテリーでもね、充電できるっていうところね、すごいね、便利だなと思いました。これはね、なるべくね、荷物を減らそうと思うあまりに、いろいろ考えることですね。例えばカメラ2台持ってくると、例えばオリンパスのバッテリーチャージャーと、パナソニックのバッテリーチャージャーとかね、ソニーのバッテリーチャージャーとか別々に持っていかなければいけないんですけども、これ1個、ね、持っていれば、まあ、何とでもなるっていうところがちょっとあってね。しかも電車の中で、電車もね、コンセントのついている電車もあるんですけども、コンセントのついてない電車なんかでもね、バッテリーチャージできるということで、すごく便利だなと思って、こんなスタイルで旅に出かけています。まあ、旅というとね、本当にできるだけ荷物を減らしたいなという気持ちがあって、荷物を減らすにはどうしたらいいのかなって、いろいろパッキングについてね、まあ、20年こんな仕事やってるので、いつもね、そんなこと考えています。まあ、今回のね、カメラのチョイスはね、本当にベストチョイスでしたね。フィルムカメラがコンタクトの T2 で、旅先でね、ハードオフで買っちゃったんで、また荷物増えましたけれども、マイクロフォーサーズのカメラで撮影ができるということで、すごいいいチョイスで旅ができているなっていう気がします。はい、ということで ね、外の天気、傘差している人いないんで、今のところまだね、天気良さそうです。でも気温はね、昨日よりもかなり寒そうです。窓からね、伝わってくる冷気が昨日よりはね、かなり冷たいので、寒い一日になるかなと思います。はい、ということで、これから、10時7分の電車に乗って、夕方の4時、55分ですか。だから家に帰るのはおそらく5時半頃になるかな。ということで、また今日もね、長旅ですけれども、長旅の最中、居眠りもしながらね、車窓からいろんな、写真を撮ってね、皆さんにお届けできたらなと思います。はい、今日はね、単焦点の撮影に、挑戦してみたいなと思っています。はい、それではこの後ね、ドライブ、スライドでその撮影した写真をご覧いただきたいと思います。はい、これね、コメントで言ってきましたけど、なかなかね、こういう風に恥ずかしくもなくと言ったらおかしいんですけど、自分が撮影した、ね、画像をね、しかも無造作にね、いつもね、流している動画の撮影写真って、もうね、たくさん撮影してチョイスしてるわけじゃないんですよ。もっともね、失敗して2回撮影したものは1枚にしたりとかはしてますけど、撮影したものね、もうそのまんまただ並べてスライドにしてるんですけど、ある方にね、なかなかそういう人っていませんよね、なんて言われました。本当にね、私ね、スナップって自由だと思うんですよ。だからね、下手くそだなと思って見てもらっても結構ですし、面白いなと思って見てもらっても結構なんですけど、スナップって本当にね、自由だなと思っています。はい、それでは長くなりましたけども、最後までご覧ください。さよなら。
ないんですよ。